バシュチャルシアの眺め左上がセビリー・バシュチャルシアはボスニア・ヘルツェゴビナの首都であるサラエボのスタリグラード地区に位置するサラエボのメインストリートであるオスマン帝国島地下の16世紀にオスマントルコ様式にアラブのスークをモデルに設計された商業地区であった金属加工品や陶器、宝飾品などが売り買いされていたバシュチャルシアには 1551年にルステン、パシャによって建てられたドーム状の屋根がついたブルサバザールもある。ここでは、トルコのブルサから持ち込まれた絹製品が売られていた。また、1891年に建てられ、サラエボーの代表的なシンボルとなっている背びりは、独特の形状をした水汲み場で、バシュチャルシアの中央に位置している。 その名前はアラビア語で道を意味するサブルに由来している。今日では土産物店などが並ぶ。バシュチャルシアの古称はトルコ語に由来している。ボスはトルコ語でボスであり主要な第一の塔を意味しており、カーシジャはトルコ語のサーズに由来し、史上バザールを意味している。オスマンがやってくる以前の都市化される前のサラエボの最大の集落は、 村の広場である、トルニクにあり、トルニクは、今日のアリーコールパシャモスクの道が交わる場所に位置した。バシュチャルシアは1462年に、サラエボの創建者イーサベグ・イサコビッチの時代、イサコビッチ藩が築かれその後、多くの店舗が築かれている。この時代、サラエボで最も多くの人が住んでいた地区は、サレバモスクの近隣であった。イーサベグ・イサコビッチは、 ミリアツカ川に橋を架け、サラエボの主要な郊外部と、新しい経済の中心であるバシュチャルシアを結んだ。メインの入り口周辺には、バゼルジャにチャルシアが作られた。チャルシアカザズは、西側に位置し、北側に、チャルシアセドラルとサラチャが位置した。当時建てられた、最も重要な建物はモスクで、1528年に、ハベジャ・ドゥラクにより有名なモスクが建てられ、 1530年には、ガジフスレブベイによって彼自身のモスクが建てられた。ガジフスレブベイベジスタンの入り口の一つ、カジフスレブベイは、マドラサや図書館、ハンマーム、バザール、モリチャハンサハトクラなどを整備し、これらは今日では観光名所となっている。カジフスレブベイは、モスクの脇に埋葬されている。当時、 ベジスタンやハン、キャラバンサライなどの宿泊施設など多くの商業施設が建築された。サラエボはバルカン半島の商業の中心都市として重要で3つのベジスタンがあった。ベネツィアやドゥブロブニクの商人が駐在し、バシュチャルシアには約12000もの商店や手工業者があった。 1640年の地震や1644年や1656年の数度の火災、1697年のオイゲンフォン、ザボエンによる重林などに17世紀は見舞われている。当時のオスマンの旅行家、エブリア・チェレビによれば、チャルシアには1080の店があり、それらは美しさの見本である。チャルシアはとても魅力的で、計画によって建てられている。 と記述している。19世紀、サラエボの都市は広がりを見せなかった。オーストリア・ハンガリー帝国に1878年、併合されると、外国の建築家たちは、サラエボを近代的な、ヨーロッパの街並みに従った。大化は彼らの望みを助け、旧市街は今日でも現存する。場所以外は破壊されている。1945年に、 第二次世界大戦が終結し、サラエボが解放されると、新しい都市人民委員会は、古い商業の中心に、現代の都市の役割はないと信じ、チャルシアを徐々に壊すことを決定した。今日では、バシチャルシアは、サラエボの魅力を高める重要な観光名所となり、多くの人々で賑わいを見せている。ありがとうございます。